ラストラバガンツァ作品4はアントニオ・ビバルディが作曲した12曲から構成されるバイオリン競争曲集及びその曲集のタイトルである。タイトルのストラバガンツァは奇妙や筐体などを意味する。作品3の調和の霊感に続いて出版された一連の競争曲集で作品4は主に独創バイオリンが活躍し、 高度な演奏技術を要求されるものとして知られる。出版は1712年から1713年にかけてアムステルダムの出版社エティエンヌ・ロジェ社より。なお、ビバルディは出版の際にトラブルを避けるため、弟子で行政司法官のビットール・デリフィーノに講演を頼んで出版した。曲集の検定はデリフィーノになされている。作品4、ラストラバガンツァの表紙。 ウォルシュ版の表紙第1番は、同じ調整のバイオリン競争曲の意向が存在し、バイオリン競争曲と2つのバイオリンのための競争曲と関連している楽曲である。なお、ヨハンゼ・バスティアン・バッハはこの競争曲の意向をチェンバロ用に編曲している。演奏時間は約7分。演奏時間は約12分。演奏時間は約12分。演奏時間は約10分。 演奏時間は約10分。第二、第三楽章に遺構があり、ヨハン・ゼバスティアン・バッハはその遺構をチェンバロ用に編曲している。またヘチョウチョウの別版も存在する。演奏時間は約10分。曲集では数少ない緩球緩球の4楽章制をとり、構成は合奏競争曲に近い。演奏時間は約9分。三楽章だが、 全音楽章とされる場合もある。演奏時間は約8分。演奏時間は約8分。演奏時間は約9分。演奏時間は約8分。演奏時間は約,分間は約12分。ありがとうございます。